本日は教育政策をいきたいと思います。もう人は幸せにしてくれない、自分を幸せにできるのは自分だけやでっていうのをしつこくしつこくしつこく言ってるんですけども、何のためにやるかっていうのは見えないと、やっぱり学びって絶対面白くないじゃないですか。でこの STEAM 教育っていうのは、先に何をやりたいかっていうのを明確にする、自分の夢に対して科学や技術や芸術やエンジニア数学はどういうふうに必要になってくるんだろうっていうのを逆算していくっていうのが STEAM 教育なんですよね。大谷百合子の一言言いたい。最近よく言われる、もう大谷さん笑いはいいからとにかくちょっとは政策入れようというね、あの非常に皆さんいいアドバイスをたくさんくださるんで、じゃあ大谷百合子の本日は教育政策をいきたいと思います。もう大谷百合子はもう本当に教育やりたいんですよね。国づくりは人づくりと思ってます。私はこれからすごい大事なことってやっぱりリーダー育成であったり、自分で考えて行動できる人間を作るってことはすごい大事。なんでか、人は幸せにしてくれない、自分を幸せにできるのは自分だけやでっていうのをしつこくしつこくしつこく言ってるんですけども、その中でじゃあ気合と根性でやれって言うと、そんなものねええ加減にせえと言われるご時世です。ということで本日私は声を大にして言いたいのは STEAM 教育、 STEAM 教育、これが多分これからの時代のキーワードとしていろんなところで出てきます。 STEAM、 S は何か、サイエンス、 T はテクノロジーで、 E はエンジニアリング、そして A はアート、M はマスマティックスと。で例えばどういうことかって言ったらね、ベクトル覚えましょう。皆さん嫌でしたよね、あれね。科学とかでログとか言われても なんやねんとかね、あのやりませんでした。水平リーベ僕の船とかね、あの覚えたけど、何のためにやるかっていうのは見えないと、やっぱり学びって絶対面白くないじゃないですか。でこの STEAM 教育っていうのは、先に何をやりたいかっていうのを明確にする。例えば、まあ、でかい夢で、ね、私はもうでかい夢があったんです。いつかはディズニーランドを作りたいみたいな、みんなにアホかと言われてもね、やっぱりエンターテインメントの世界で生きてた私はね、ディズニーランド作りたいとか遊園地作りたい。そしたらその例えば自分が遊園地を作りたかったら、じゃあまずサイエンスね、この土地ってどんな土地なんだろうと科学的にちょっと分析してみて、ここでねどんなものが立つだろうか、どんな生態系があるんだろうか、まあ、サイエンスね、まあ、いろんなサイエンスがあると思うんですけども、まあ、科学的に見る、そしてじゃあどういう技術がいるんだろう、テクノロジーね、そして逆にじゃあ遊園地でねこう乗り物を動かすにはどんなエンジンがいるんだろう、エンジニアリング、まあ、エンジニアリングもいろいろあると思うんです。でどういうふうに見せるんだろう、アートね。でじゃあお金どうするんだろうとか、設計どうするんだろう、マスマティックスね、数学、まあ自分の夢に対して科学や技術や芸術やエンジニア数学はどういうふうに必要になってくるんだろうっていうのを逆算していくっていうのが STEAM 教育なんですよね。で私はその STEAM 教育っていうものと同時に、やっぱりベストを尽くす大切さっていうのもね、やっぱり伝えていきたいっていうのもね、あの今回のオリンピック見ててもなんでこうみんなこう選手に行かれるか、よう頑張ったなって思うわけじゃないですか。でその中で私このコメントってすごいなと思ったのは、本当にこのメダルを取った時に、このメダルを取るために今までのしんどいこと辛い日々があったのかなっていうのを何人かが言ってたんですけれども、やっぱりベストを尽くすから得られるものっていうのはある。私はこのベストを尽くす大切さっていうのも伝えたいし、それと同時にやっぱり個性を伸ばすっていう教育って私すごく大事だと。例えばやりがちなんです、多分私もやってたんですけど、そんなんどうでもいいから勉強しなさいって言ったら、その子の個性っていうのは伸びなかったかもしれない。これね、あの野球選手のねイチローさんが言ってますけれども、僕は野球は好きだったんだと、ね、でも親が野球じゃなくってイチロー頑張ってバイオリンを弾けって言ったら、僕の才能は伸びてなかったっていうね。本当に好きなものにベストを尽くすっていう教育すごい大事だな。でこれは私の友人の
M さんという女性、彼女は、ね、託児所を経営してるんですけど、彼女が妻を作ってたんです。本当の教育って何か、子どもたちを見てると、私は子どもたちにカリクラムを作ることが大事だと思ってないと。特に託児所っていうところでは、絵を何ぼ描いてても、一日描いてても嬉しい子がいてる。でその子にはもう一日絵を描いといたらいいよ、どんどんいい絵描いてって、どんどん素敵な絵描いてっていうのが真の教育じゃないかな。ひょっとしたらこの子は将来画家になるかもしれない、デザイナーになるかもしれない。逆に一日もう本当に走り回ってるのが好きな子には、走っとき、どうやったらもっと速く走れるかっていうのを自分で考えとかね、そういう子に例えばプロコーチをつけるっていうのはすごい大事じゃないか。これが個性を伸ばす教育だっていうのを自分の託児所で取り入れてやってて、すっごい人気のね託児所があるんですよね。だから個性を伸ばすとか、ベストを尽くす大切さっていうのを私はこれからの教育に取り入れていきたいし、そしてもう一つやりたいのは、まあ、教育政策ってことで語れば、学びたい子から学びを奪うっていうのだけは絶対したくない。私は授業料無料化っていうのはめちゃめちゃ賛成なんです。でも勉強したくない子に無理やりさすのも反対なんです。動画の編集するのが好きな子もいればね、ゲームで日本一になりたい子もいるかもしれない。だけどめちゃめちゃ研究者になりたい、めちゃめちゃ博士になりたい、でもお金がなくて学校に行けない、そういう子は絶対救いたいなっていうのが大谷百合子の教育政策です。今日はちょっと政策について語ってみました。ご意見等ある方はこの国民うさぎまで、長い耳で皆さんの声を聞かせていただきます。